カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、鹿児島県鹿児島市やってきております、やっぱ鹿児島というか桜島ですよね、向こうに桜島が見えますね。だからね、こっち側の左側の方はね、鹿児島市の方は繋がってなさそうですね、桜島とね。まあでも近いということで行きましょうかね。はい、仙巌駅ここね、薩摩藩の、薩摩藩主、なんていう名前だったかな、島津っていう人の、家なんですけどね、別邸なんですけど、なんかどうやらこの外に見える景観を、ありきの、庭っていうことで、なんか技法があるらしいですね、そういうなんか設計法の。今ね、ちょうど桜島丸っていうね、この桜島に行く、フェリーが出発しましたね。これは人だけかな、人だけのフェリーなのかな。いやー、これ揺れないのかな、大丈夫かな。なんかこう狭いところをこう横断するから流れ速く見えそうですよね。はい、フェリー乗り場をね挟んで向こう側からこっちに渡ってきたんですけど、ここがね鹿児島水族館イオワールドっていうところで、なんかねどうやら野生のイルカがね、水路に生息しているということで、まあ餌付けもしてるだろうけど、住んでいるらしいですね。見たいですね、結構でかい。ここに説明があったからまさかと思ったんですけど、イルカ水路ここでしたね。今ちょっとね、引いてるんですけど、あの満潮になると6メートルぐらいまで、傘が上がるということで、あそこが開け閉めできて中と繋がってるらしいです、水族館の。でイルカを自由に出入りできるっていう、青空の下に見えるっていうのは。はい、ということで、鹿児島市か、鹿児島市散歩させていただきました。セゴドンとね、これね、ワンちゃん可愛いよね。セゴドンよりワンちゃん可愛いなと思って、ここね、それぞれ